はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネル、ペネッシュのピオタです。さあ今回もお嬢様をいじっていきましょう。今回はですね、よいしょ、探してあったった。前回ゆで卵ビスケットサンドウィッチをあげたんで、今回はお団子焼きおにぎりゼリー飲料をあげていきたいと思います。お団子、串に刺さった3兄弟、めっちゃくちゃ懐かしいな。団子三兄弟だんだんみたいな感じのやつですよね。お団子だわ。めっちゃくちゃちっちゃいし、ナイフとフォーク、みたらしだね。マグマグ食べた。おいしいわね。何か消えたか、見た目上に変化ね。串か、串食ったのかお前。甘みの濃いタレがもっちりとしたお団子と絡み合って。どこで買ってきたの？作りました、里のお店で、うさぎのお店で。まあ作りました。お、自家製なのね。お団子もタレもいい塩梅よ。やっぱり昨夜器用ね。確かに器用だわ。メイリンやパジェにも持って行ってあげなさいと。確かにめちゃくちゃ器用だよな。意外とあのタレ作るのめんどくさい。簡単ではあるけど、自家製でやるならめんどくさい。もうかけるだけのきな粉とかで終わりっていうことか。まあ、缶詰のね、あんこで済ませるのが多いな。とりあえず里のお店で買ってまいりました。店売りのやつなのね。絶賛でしたもんね。今度また買ってきましょうか。なかなかのクオリティだわ。そんな店があってもね。今すぐ買い占めに行きますか。チェックしておかないと。意外とグルメか、自分でチェックするのか。後で店の名前教えてね。ほう、さすがにレミリアさんが行く夜には空いてないと思いますけど、お団子屋さん。さあ、ちょっと、お団子。まあ、最後はね、とりあえず、ここの店で買いました。うさぎの店です。ああ、そういえば月出身のうさぎが、里で団子屋開いてたわね。まあね、リンゴさんとセーランさんが開いてましたね。セーラーとかいう団子、セーラーとか団子とかいう、雑すぎるわ。セーラーとか団子って、もう団子とかいう名前のウサギいたらビビるよ。いいの？何？飼いウサギ？まあでも味は確かみたいね。うまそう。どうしました？いやなんか月に関してちょっとなんかあれな記憶が。あれね。まあもういいんだけど。でもいい仕事してるわね。また買ってきなさい。チップ弾んでやってもいいわ。チップか。日本じゃねえんだな。海外システムだわ。あんまりないですよね、日本にチップって。日本はあんまチップ制じゃないですもんね。海外ってなんかサービスに応じてね、あのこれみたいな感じで、これはチップだぜみたいなことがありますけど、まあ日本はあんまない。なんかいい匂いがすると思ったら焼きおにぎりね。いやー、醤油をね周りに塗って焦がすといい匂いしますよね。醤油とご飯が焦げた香ばしい香りがたまらないわ。もうこれだけってひもじさがすごいんだけど。いいじゃないですか、めっちゃうまいよ。まあいっか、パクパク。おいしい。これは昨夜が作ったの？作りました、買ってきました。冷凍のやつです。また作りました。さすがだわ。もう何回も言ってる気するけど、さすがは昨夜ね。言いづらいな、さすがは昨夜って。おにぎりと比べて作るの面倒だし、いい焼き具合にするのもなかなか難しいし、器用でいいことだわ。パクパク。もう喋った後にまた食べる。よっぽど美味しかったんだな。で、もう一回。で、食べて、これはね、買ってまいりました。まあ、そうよね、作るのちょっと面倒だし。出来合いで美味しいから気にしないわ。よっぽどのことがなければ店のがまずいってことはないし。さあ、わかんない。そちらのみたい。もしかしたら昨夜さんが買いに来たから、殺されるとは思っていいやつをあげたのかも。ないか、さすがに。アンパイってやつね。おい。パクパク。アンパイって。ま、とりあえず美味しいならよかった。最後行きましょう。焼きおにぎりで、こちらはね、こちらの焼きおにぎりは冷凍です。あっそう、うまいよ冷凍のやつ。レンジでチンのやつ。そう、
いや別にいいのよ、これはこれで美味しいし、何毛嫌いしようとしてるんですか。美味しいならそれでいいじゃないですか。でも夕飯が焼きおにぎりだけで、しかもレンチンのやつって、レンチンっていうのはレンジでチンって言えよ。寂しい家庭みたいになってるわよ。あーありますよね、あのラップに包んだおにぎりでレンジでチンして食べてねみたいな書き置きがあるやつ。食事に関してはもうちょいまともに働いていいじゃないですか、たまにはレンチンで美味しかったんだから。何、数増やせば納得してもらえる。さあ次、数が少ないのがちょっと心残り。ゼリー飲料、忙しい朝に。おお、なんか読めないけどちっちゃい字でなんか書いてあんな。ゼリー飲料夕飯に、これあれでしょ、なんとかチャージとかうんちゃらキープみたいな。そうですよね、カロリーチャージとかね、そんなやつ。10秒チャージで2 10秒チャージっていう商品名出すの。10秒チャージ2時間キープ、 2時間チャージ10秒キープ、4時間チャージ5時間キープ、めっちゃいいじゃん最後の。あ、ちげえわ、4時間チャージそうだ、チャージに4時間かかんだわ。10秒チャージ2時間キープ。忙しい朝とかじゃないんだし、何も急いでないんだけど。いや、これが特別美味しいとかならそれはそれでいいのよ。でもね、まあ、飲んでみましょうか。コップ持ってきて、コップで飲むのかよ。あ、同じこと聞くわ。しょうがないでしょ、これ飲む差分ないんだから。差分言うなまあまずくはないわね。これで2時間動けるのかしら。動いてみましょうよ。あの炎天下のもとにね、2時間置いときましょう、レミリアさん。とりあえず次、まあとりあえず精力剤としてね、まあ活力をつけるもととしてニンニクが入ってないことだけはね気をつけないとね。まあ2時間チャージ10秒キープ、燃費悪すぎるでしょ。そうですよね、チャージ2時間ゴキ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 頑張って飲んで、ってなったら10秒で全エネルギー消費するっていうね。2時間かけてこれ飲みたくないわ。まあこれしかないから一応飲むけど、2時間でもう飲み終わっちゃったけど、なんか膨れないわ。2時間チャージですよ。なんで2時間、そっか、人間で2時間ならば、まとりあえずね、最後は4時間チャージしてもらいましょう。4時間チャージ5時間キープです。そんなスマホじゃないんだから、チャージに4時間かけるか。スマホ普通の食事でも4時間も食べてることないでしょ。わかんない、もしかしたらラーメンの麺を1本ずつ全部噛む、一口ずつ噛みながら食べれば4時間とかかかるかも。とにかく今日はこれだけなのね。はい、そうですよ、まあコップでね飲むんですかね。もういいよ、味は悪くないけど、まあそんな感じですよね。ということで、今回はここまでといたしましょう。まあ、ぶっちゃけなんか喉の調子が悪いので、滑舌云々は気にしないでください。はい、とりあえず次回、栄養ドリンク、コンビニ弁当、あとはランク東方、東方ですか。いやーこれはこれで気になるな。てか切り替わんの早っ。もうついこの間お金集めた記憶があんだぞ。早い。とりあえずまあ今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。